不法滞在中の外国人の収容や送還のルールを見直す出入国管理法の改正案は衆議院本会議で与党に加え維新、国民などの賛成多数により可決されました現行の入管法では難民認定を申請している間は送還が停止されるため送還を逃れる目的で申請を繰り返すケースが指摘されています改正案では送還ルールを見直し 3回目以降の難民申請者は認定の手続き中でも本国への送還を可能とすることが柱になっています改正案に対しては与党と維新、国民によって難民認定が適正に行われるよう専門的な職員を育成することなどを盛り込む修正が行われています